キングダムハーツ3実況プレイのパート2やっていきたいと思います。はい、やってまいりました、オリンポス。どうやらコロシアムではない別の場所に降りてしまったみたいなんですけれども、早速コロシアム目指して、冒険をしていきたいと思います。早速ハートルとの戦いはあるんでしょうか。壊せるものは壊していこう。いろいろ手に入るでしょ。お、早速ハートルとの戦闘だ。もはや名前も覚えてないけど。魔法を使う。武将とか使います。おお、だって使うみたい。よくわからない。まあ、いいや。まずは戦闘だ。素材もやっぱね、集めていかないと。いずれ、アルテムエボみたいなの作るでしょ。いや、いって OK。 ソロはなんかちょっとレベルが他のキャラクターにも上がりにくいみたいですね。入手したアイテムでもねえな。薬の一つも欲しいところだけど、まだポーションとか持ってないからね。回復はドナルドのケアルが重要。フリーランについて、 L を傾けて移動を行っている間、小さな段差や狭い足場はジャンプをしなくても通り抜けることができます。マジで。一見切り立っている壁も場所によって駆け上がれる場合があります。周りを見て進めるところを探してみましょう。こんなとこ行けんだ。ある程度平らだったらいけんのかな。例えばさ、こういうところとか。なるほど。ここもいけるんだ。すげえな。あっちも気になる。ま、実際、空飛んでるしね。空が空飛んでます。よし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 。あ、宝箱。待てー。あの状態からも一応攻撃ができると。 AP アップ、最速いいアイテムが。こういうの使っちゃっていいよね。ガンガン使おう。主に空を強化していきます。あとは、うん、見た感じこの辺ではないな。じゃあ向こうに行こう。宇宙移動で、移動で割となんとかなる。お、なんだ。すげえ景色。こんなとこ来たことないよね。シャーザー、やっぱりここじゃなかったのかな。おーい、ヘラクレス。今虫ずが走る名前を呼んだのはどこのドイツだ。ああです、久しぶり。まったく、なんでこんな山の中でまであのムカつき野郎の名前を聞くんだ。はあ、なんだよ、歯ですかよ。なんで、またお前だか。親戚のおじさんでももっとリアクション大きいぞ。俺と親戚のおじさんを一緒にするな。
ハデスがいるってことはヘラクレスは俺様とあいつをコンビのように言うんじゃねえ。おっかねえ。だがまあいい、今だけだ。あいつはすぐいなくなるんだからね。また悪いこと企んでるんだろう。懲りないね。待て、何やる気になってる。戦略があるんだ。お前らと遊んでる暇はないんだよ。全宇宙が俺様に支配されるのを待ってるんだからな。大丈夫かな。負けすぎておかしなことを言い出しちゃってるけど。大胆族よ、復活の肩慣らしだ。おっと、まあまあの飛距離だ。飛距離とかそういうもんじゃなくて、やべえからやべえから。あの方角は、まあいいか。いいの？ご苦労さん。さあお仕事に戻って。やれ、忙しい時に限って客が多い。一体何の用で？おいおい、久しぶりだってのに随分な挨拶じゃねえか。なんだ、今度はお前だか。あんたらに関わってうまくいった試しがないんだよ。もうハートレスも必要ないからな。今回は俺一人でやらせてもらう。ささ、帰った。お帰りはあちらから。2名様、お帰りでーす。好きにするがいいさ。私もやることがあるからね。ただし一つだけ教えておくれ。この世界に黒い箱はないかい？黒い箱？うん。箱。うん。箱って言ったら、ゼウスが地上に隠したあの箱か？ほう、それはどこにあるんだい？なんかこれはいい状態なの？どうなんだ？結構ボロボロじゃない？お、早くも。あれ、ドナルドは？ほら会えただろ。たまたまだけどね。ごめん。久しぶりだね、ソラ、ドナルド、グーフィー。まさか空から降ってくるとは思わなかったけど、元気そうだ。こんにちは。うん、ヘラクレスも。でも、何があったんだ？わかるだろ、いつものことさ。ああ、いつものことね。そういえばさっき、そのハデスと会ったよ。全宇宙を支配するとか言ってたよね。全宇宙だって？そりゃまた随分大きな話だ。
まあ、ハデスが何を企んでいようが、僕がぶっ飛ばすけどね。さすがヘラクレス。おっしゃ。あ、ゲドセイポイントで、ショップもあるね。ショップでたくさん買い物するといいものがもらえるかもしれませんだって。なるほど、こまめに回復商品だ。回復商品、買い物。テンション上がりすぎて何言ってんのか分かんねえんだ。ファイヤーバングルにシャドウアンクル。防御力は一緒。アビリティリング、あ、これもいいな。また素材がね、全然ないので、集めなきゃ。なるほど。これ進めていくとこう、おアルテムエッポにセーブザクイーンプラス、セーブザキングプラス、これ最強武器だな。とにかく素材をいろんな種類集めていけばいいんだ。やり込み要素もいいね。オールキュア。あ、状態異常も今回結構はっきりしてきてんだ。防具もいずれ買いたいね。ただまだね、88しか金ねえから、今は買わなくていいか。さあ、初セーブ。よし。ん ?4 人。あ、3人1組じゃなくて、追加で1人加わってくれるんだ。すげえな。あ、ここ?もしかして走れ、いいわけじゃないか。なんかありそうだな。そういえば、ソラ。何か目的があってここへ来たんだろう。ただの観光。じゃないことは分かってるよ。あ、そうだ、完全に忘れてたよね。だってソラだもん。ちょっと忘れてただけだろ。俺、ヘラクレスに聞きたいことがあってきたんだ。聞きたいこと？ああ、前にヘラクレスは力を失っただろ。でもちゃんと力を取り戻した。ゼロからヒーローに。どうして取り戻せたのか聞きたくて。あの時、メグが死の川に投げ込まれて、僕はメグを助けたい一心で駆け出していて、自分でもよくわからないんだ。そっか。どうしたんだい？俺もこれまでの力を失っちゃってさ、ヘラクレスに聞けば力を取り戻す方法がわかるかもって思ってここに来たんだ。そうだったのか。何？話は後にしよう。ああ、まずこいつらをやっつけないとな。よっしゃ。4人パーティーって初だな。今までやってきたやつだと思う。フリーフロー。エアライドを行いながら柱や壁や柱にぶつかると状況に応じたフリーフローアクションが発動します。なるほどね。なるほど。こっち体力高いな。こちら強いぞ。あ、コンプラ止めた。冷気は水に弱そうだけどな。うん、ウォーターダメージでかい気がする。
跳ねろ。お、追尾する。オッケー。大丈夫？メグ！大変なことになったわね。うん、ハートレスまで現れたからね。ソラたちがいてくれて助かった。そうだったのね。ありがとう。ソラ、ドナルド、グーフィー。メグ、もうしばらく隠れてて。僕たちはこの火事で逃げ遅れた人がいないか探してくるよ。気をつけてね、ワンダーボーイ。ああ、手伝ってくれるだろ。ああ、もちろん。ヒーローだしね。うん、頼んだわね、ヒーローたち。うん、フィル、メグを頼んだよ。安全なところに。お、早速。誰かお願い。ねえ、声が聞こえるよ。どっちの方からだい？あっちの方から。ん？おお。大変だ、女の子が逃げ遅れたみたいだ。急ごう。待って、走ってたら間に合わない。え、じゃあどうすればいいんだよ。この像に乗って。はい。投げるのか。そうなのか。そう。これでいい？じゃあしっかり捕まってて。マジか。ふん、よう飛ぶからな。助けてくれてありがとう。うん、気をつけて。他にも逃げ遅れた人がいないか探そう。うん、おやおや、ソラと王の手下がいるよ。マレフィセント、ピート、ハートレスはお前たちの仕業か。何のことだい？なあマレフィセント、王の手下はともかく、こいつ前に会った時より随分弱くなってるみたいだぞ。今のうちに倒しちまおうぜ。そんな雑魚なら放っておけばいいのさ。私たちにはやることがあるだろう。おお、黒い箱を手に入れるんだったな。余計なことを言うんじゃないよ。うん、私たちの目的が叶ったらまた相手をしてあげるよ。それまでにせいぜい強くなっとくんだな。じゃあな。待て、力つける前に積んでおこうっていう目は、あの考え方はないんだね。それで毎回失敗してんじゃん、あいつら。大丈夫、いつものことだし。全然大丈夫そうじゃないよね。ピートに言われたのが聞いたのかな。大丈夫、いつものことだし。もう一回言った。頑張って、次はやる。大丈夫、いつものことだし。に言うなよ。自分で言ってたのにね。いつものことだし。で、結局ヘラクレスと別れちまったぞと。で、アビリティの、コンボプラスこれだな。4使う。セットできないじゃん。
あ、スズクつけなくてもいいか。今でもまあまあ強いし。お、ヘラクレス人形。あ、ごめん。ごめんよヒル。それ。マップかな？うん。あ、マップが見やすい。マップが超見やすい。いいね。よし、じゃあもう少し進んでみよう。通れねえ。おっと？来たぞ。名前なんだろう？ボブとかかな？結構ほら、FF のモンスターの名前つくこと多いからさ。火ついたモードになったら、あのウォーター使えば消せるしダメージも入るし、いいね。よっしゃ、泥覚えた。オッケそうだよ。よし。お、グーフィーに新しい能力か。連携アクションについて、冒険の中で空飛ぶの行動を共にする仲間たちが連携を提案してくることがあります。仲間との連携が可能になると、連携アクションのシチュエーションコマンドが出現し、三角で発動することができます。連携にはフィールド探索に役立つものや、敵に対して強力な攻撃を行うものがあります。なるほどね。トリニティスレッド。行くよ。おおおお。いいね。へえ。行動範囲が広がった。で、これ。よっしゃ。 AP アップだ。敵いっぱいだな今。あ、町の人が逃げ遅れてる。助けよう。これなんだ、ガーゴイルか。これソルジャーでしょ。名前がわかんねえよ。これはソルジャーなの間違いない。シャドウについて一番戦うであろう。あ、ここ来るぞ、いっぱい。いくらでも来いや。片付いたかな。
ねた人がいるんだ。なるほど。いや、町の探索が楽しいな。その日のプロ。でもこっちから来なかったっけ俺。あ、だよね。当たる。清掃。世界観に圧倒されて喋ることがない。逆にお、宝箱、シールドベルト、防具だ。早速装備しよう。なんか種類装備できるのこれ何なんだろう。ドラだけなんか何種類か装備できるんだよね。いずれ出るだろうけど。お、危ねえ。おい、すごいことになってるね。逃げ遅れた人を探さなくちゃ。はい、任せろ。痩せてんやった。助かった。ん、ハイポーションマジか。ここにもセーブポイント。じゃあ一旦この辺で手切りにしましょうか。はい。あ、なんだろう、その場所その場のその場その場の攻略がとっても楽しい。なんか、なんだろう、行動範囲がすごく広いからやっぱ探索するのも楽しいし、戦闘のアクションもなんかこう今までに比べてすんごい、なんつうのボリュームがあってね、いいっすねっていう感想ですなんかすげえひどい感想だけども、だこの調子でね、まあもっと早くね、あのこのゲームのシステムにも慣れてかっこよくね敵を戦えるように、成長していけたらなと思います。では、キングダムハーツ3実況プレイパート2、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。